っていきます。あ、貴族っぽいぞ。トーマスビルか。貴族っぽいのは貴族速攻使用しちゃってええのかな。これ多分進行取れそうな気するよな。もう速攻出て速攻死ぬか。まあ別にいいよな、貴族だと。死んでも死んでもいいから村のために貢献するのは貴族です。あのねマジでね、奴隷貴族を双子と勘違いしてるから、ぬるい貴族が多すぎる。貴族危ねえからな。結構奴隷が対抗してきたり人狼が対抗してきたりして危ないから出た方がいいんだよ。だから初日に奴隷は貴族を殺してから村が勝利しないと勝てないから辛いんだよね。釣る縄はない。9、おはよう、おはよう、7、おはよう、おはよう、別に市民なんだ。ゲイルのその市民仕様、おはようスタンプと間違えました。おはよう、はい、カミングアウト、どうしよう、出ちゃおうかな。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト、うん、カミングアウト。あ、今早速負けんのか。うん、今バカだから。うん、どうせ、うん、あね、ちょっとね、これよくない。あ、奴隷、あ、マジ、うん、ジェシカ貴族目線、うん、これさ、うん、うん、ニックそれ、エマ黒猫、ん？マリアが真の、うん、まあ、どっちも釣りでいいんだが、エマは奴隷じゃないんだろ。エマどっちなの？あエマ白、延長希望、メリル白、延長希望、延長希望、延長希望、これ、いや放置でいいか。うん、黒猫見るなら放置か。いや、ちなみにこれアホです。あのエマもアホです。エマもマリアも、あのだって奴隷って別に貴族に縄なんか使わないから村目線。まあ放置でいいかな。いや、どうせ噛まれる。うん、
ただこれエマとマリアが離敵し始めたらだるいってのはあるかな。放置するか。なんか、ソフィアはグレー行きたいって言ってんの。フレディとかでよくね。フレディかゲイル。片白なのか？違うよな。カミングアウト。カミングアウト。クロスするか。まあゲイルついでもいいけど。1分前。メリル決断遅いぞ。ああはい。10秒前。まあゲイルでいいか。まあもうエマとマリアは離敵行為し続けるしかないもんな。30秒前。まあマリアエマ噛まれないだろうけど。10秒前。さあどうなる。マリア黒猫だと思うけどね。エマ奴隷だと思うよ多分。なんか貴族使用してみたりなんかトロールし続けてるから黒猫でこれやんないと思うわ多分ね。エマ死んだと思うよ。黒猫マリアでしょ。などこ噛まれる、どうやって噛まれるかな。ここはいいとして、はあ、ジェシカか。よくグレー狭めたな。
その作戦で行くのか、黒猫残しの作戦か、貴族も残してグレー狭まるからまあいいんだけど、ミスはできないぞこれ。一陣論解けたっしょ。あとラストウルフか。ラストウルフじゃないもん。フレディ確定しろ。あ、いいね。カミングアウト。まあまあいい、あり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 、全然あり全然あり。どうするこれ。難しいな。ニックシーン置けそうな気がするが、だとするとフェイ、マイク、ソフィア、それはあるよね。強振ならフレディ黒打つって。確かに。それか、囲えない位置になったかか。ね、本当にマリアが黒だったみたいな。1、2、最大3か。延長希望。延長希望。延長希望。行ったら私の勝ちなくなる。マリアが奴隷だったらさ、違う方を貴族っていうよな。マリア黒猫じゃね？マリア黒猫で見て釣るのってなしっすか？ 8。 延長希望。延長希望。延長希望。囲わないのが謎なんだよな。フレディ、マリア釣りってダメっすかね？最悪奴隷釣っても、市民のがむずい。エマも帰属しよう。マリア訂正しないしな。エマに貴族塗るのも考えたけど、村として利敵だろう。じゃあ提案って何だったの？
うん、マリアじゃあ貴族1っつったら11だったんでしょ。え、別に、ま、別に利的でもなくね。そう、奴隷は難しいんだよね、扱いが。本当に分かってない可能性もあるから、奴隷自身が。うん。マリア奴隷にしては意味不明なんだよな。30秒前。なんか意味が分からん。奴隷の立場には完全に分かってない新奴隷なんか黒猫なんか区別つかん。10秒前。メリルどうすんだ。市民陣営じゃなかった。いいけど。30秒前。だ、エマもマリアも分かってないよな。10秒前。なんかエマってさ、マリア釣りさせたらさ、ワンチャン勝てたんだよね、黒猫だとしても。それでさ、噛んだかもしんないよね別に。あ、お疲れ様です。なんで囲わなかったんだろうね。ビル強振がなんかトロールしたのかな。なんかまあトロールするとしたらビルと思うけど、ニック強振だったらわけわからんぞ。なんでフレディあれしたんだろう、よくわかんないね。マリアもマリアじゃね。勝ち筋通りやんなきゃダメ。あ、ねえ、奴隷双子と思った方がいい。双子と思ってんだよな。なんか貴族奴隷がなんか双子だと思って村に利敵ができないって言うけどさ、いや本当はね、これマリアが奴隷だったら、いやエマを貴族ですって言えばよかったんだよ。したらエマは黒猫だから別に了承して、で、まあ、トーマス釣られますと。で、今残り強欲で狩られて10人になるじゃん。でも呪われ別に覚醒はないじゃん。人狼、狂心、強欲、3人外でしょ結局。あ、黒猫で4人外でしょ、覚醒はないじゃん別に。だからそれでよかったんだよ、そもそも。呪われ覚醒してたら別に11人でさ、5人外だから、ある意味になんないんだよ。そうそうそう。でもあまりは分かってなかったんだよ、それを。だから、貴族を別、嘘密告すればよかったんだよ、マリア的には。それか、マリが奴隷ならエマ釣り寄すとか。そしたら、狂人でエマ釣り寄せば、まあ、ワンチャントーマス噛んでくれるかもしんないみたいな、最終的に盤面2になってって。ってことで、ジジ。